ご視聴ありがとうございます。なんちゃってギター大工マンです。今回はめまいの弾き方を解説します。高座では歌いやすいキー、押さえやすいコードを最優先。そこで今回は3フレットにカポタスト。Eマイナーコードを軸に進めてまいります。これはオリジナルと同じ高さですから、弾き慣れてくればアーティストの音源に合わせてコラボ演奏を楽しむことができます。ではいつものようにコードチェックから、使うコードは全部で8種類。アルファベット順に見ていきましょう。 Am コードは5弦がベース音、和音の要となる低音です。5弦から響かせましょう。薬指を離して Am7 の形、こちらも5弦がベース音です。5弦から B7 コード、こちらも5弦がベース音、5弦からCm7 も5弦がベース音です。5弦からD コードは4弦がベース音です。4弦から Em マイナーコードは6弦がベース音。6弦から E7 コード、こちらも6弦から F コード、高座では押さえやすい簡易型を使います。6弦5弦を弾かず、4弦から下を響かせましょう。コードチェックが済んだら次は右手の動き。今回は2種類の弾き方です。まず1つ目、アルペジオ的なストロークからご紹介します。図をご覧ください。左から右に時間が流れていきます。一番上が一番細い1弦、一番下が一番太い6弦です。青い線が前4本、後ろ4本、ほぼ同じ配列で並んでいます。前半分をご覧ください。棒の位置は6本弦を鳴らすおおよその位置。すべて弾き下ろしで、スタート B の文字は各コードのベース音を鳴らすという意味です。例えば E マイナーコードですと、弾き始めはベース音6弦を弾きます。5弦が同時になっても構いません。次は大まかなイメージとして6本弦の真ん中3、4弦あたりです。ここを弾いて、次は大まかに下。曲の雰囲気上、1弦は強く響かない方が似合います。そして再び真ん中。ここまでが前半。同じ要領で後ろも、ベース、真ん中、下、真ん中。これを通しで弾いてみると、ワン、ツー、ワン、ツーとなります。では左手 Em コードを押さえてこのストローク練習をご一緒しましょう。図の1、2、1、2、1セットを計2回4カウントで入ります。1、2、3、4 1、2、1、2、もう一度1、2、1、2。 Am や B7 など5弦ベースのコードでは左手親指をやや前にせり出すようにして6弦に軽く触れさせておくと音が響かなくなり、大まかに上を狙って5弦を響かせることができます。例えば Am ですと、ここから先、習熟スピードには個人差があります。画面左上、緑色のマークが出ているシーンはゆっくり演奏している部分です。動画を繰り返し再生され、一緒に弾いて練習を重ねてください。ではメロディーラインへ入っていきましょう。序盤の3行、まず1行目のゆっくりお手本です。時私に手前だけを残してゆく、だからではさらにゆっくりスピードでこの行をご一緒しましょう。3カウントで入ります。1、2、3、時は目まいだけ
1行目が標準スピードに達すると、時は私に続いて2行目から3行目、ここは一気に制覇を目指しましょう。まずゆっくりお手本です。ワイングラスのカップを見に眠りにつこうとする歩みささやかな愛で、ではゆっくりご一緒に。今度は4カウントで入ります。1、2、3、4。ワイングラスのカップを見る眠りにつこうとする愛が標準スピードに達すると、ワイングラスのバッティングに眠りにつこうとする愛にささやかな愛でとなります。次に3行目の終わり、インターバルの部分、数字のカウントと一緒にまずゆっくりお手本を聞いてください。ささやかな愛で1、2、3、4、1、2、3、4、1。では少し難しいかもしれませんが、3行目だけゆっくりご一緒しましょう。4カウントで入ります。1、2、3、4。ささやかな愛で1、2、3、4、1、2、3、4、1。3行目が標準スピードに達すると、3行、1行目は序盤の1行目とコード進行が同じです。ということで早速ご一緒に3カウントで入ります。1、2、3、時は私に続いて2行目から3行目、3行目の終わりが序盤と少し異なります。まずゆっくりお手本を聞いてください。3行目の最後からストロークを変えていきます。図が変わります。ハートマークが4つ、これは4拍の間1拍ごとに引き下ろし引き上げ2往復させて、ジャカジャカ、これを4回繰り返して、ジャカ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 、そして最後 E マイナーで1と2とまで弾いたら、そこからジャカ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 次第に大きく取って、
って次の行につないでいきます。では少し難しいかもしれませんが、この2行目と3行目、ゆっくりご一緒に4カウントで入ります。1,2,3,4この2行が標準スピードに達すると小舟を運ぶ新幹線を眠りにつこうとする愛揺り起こさないでとなります。次の2行、ここは一気に制覇を目指しましょう。まずゆっくりお手本です。先ほどストロークの解説でジャカジャカの連続とお伝えしましたが、ここから先はジャンジャカジャカジャカとアドリブで少しハショリを入れると躍動感が出て効果的です。ではこの2行ゆっくりご一緒に4カウントで入ります。1,2,3,4この2行が標準スピードに達すると鏡に残ったあなたの後ろ姿となります。そして最終の2行、まずゆっくりお手本です。最後弾けた Am7 のところで最初のストロークに戻して間奏へつないでいきます。では間奏部分はこの後にして、まずこの2行をゆっくりご一緒に4カウントで入ります。1,2,3,4この2行が標準スピードに達すると「さよなら」「書こうとした口紅が折れてはじけた」となります。そして最後の行、感想にかけてまずゆっくりお手本を聞いてください。折れてはじけた少し難しいかもしれませんが、ご一緒にこのあたり動画を繰り返して練習を重ねてください。4カウントで入ります。1,2,3,4 折れて弾けた最終行が標準スピードに達すると折れて弾けた
全体の弾き方解説は以上です。この後、動画下概要欄よりリンク先へ進まれ、別冊付録、めまい、なんちゃってお手本演奏をぜひご視聴ください。そして、弾き慣れてくれば、コラボ演奏にも挑戦なさってください。ということで、本編のご案内はここまで。お疲れ様でした。